アグリッパ街道の一部、ボーモンモントゥう近郊ガリアにおけるローマ街道。アグリッパ街道は、オクタビアヌスより、ガリアの統治を委任されたマルクスウィップサニウス、アグリッパによって建設されたガリアにおけるローマ街道全体のことを指す。ガリア全土で2万千キロメートルに及ぶ。アグリッパ街道は、戦略上の拠点として新たに建設された都市。 ルグデノムを中心に放射状に広がっている。ピアグローによるところではストラボンが街道の方角を決定した。アグリッパ街道はいくつもの部分が現在も地面の上にしっかりと残されており、その詳細なルートがわかっているにもかかわらず、建設の年代については諸説ある。ガイドロマンアンティークによれば、紀元前39から38年、ピアグローによれば、 紀元前22から21年、ピープティによれば、紀元前16から13年とされている。古代の潮の道は、ローヌ川の河口を通り、沼地の散在する川の氾濫源を避けるために、丘の緩やかな斜面を通過する。アウグストゥスの推進のもと、アグリッパは、川の近く、ローマ帝国の重要都市であるアるル,ル、アビニオン、オランジュ、モンテリマール、バランス、 ビエンルを通る用道を舗装し、各所に公的な死者が馬を交換するための駅を配置した。このルートは、ローヌ川右岸に建設されたアントニーが街道により、補強された。バランスの近郊、フランス国道7号線は、かつてのアグリッパ街道の跡地に建設されている。現在もセプテンバーシュマンと呼ばれる交差点がある、イゼール県北部へ伸びるアグリッパ街道は、 ボーモンモントゥ方面へ向かう県道101号線に続いている。そこには共同道路と小道とがローマの道をなぞる形で伸びており、ポンドリゼールとボーモンモントゥの境界線として機能している。その近くには偉大な道を意味するかつてのビアマグナという名を今に伝えるビーマグネという地名が残っている。バランス大聖堂で再利用されたアグリッパ街道のマイルストーン。 街道に沿って置かれた国印済みのマイルストーンには、ビエンヌ、バランス、または、アビニョンの開始点からの距離、及びそれらを立てたり維持したりした、行政長官や工程について記されている。街道沿いに残されていたところを回収された22柱のマイルストーンに加え、3世紀、または4世紀のものになる1柱については、その比分がまだ判読可能な状態で、 バランス大制度の成果対応の屋根付き廊下に流用されていた。ありがとうございます。